よっしゃやるぞやるぞ。いきなり気合いマックス。開幕の元気の良さだけには定評がありますからね。今日はインポスターを引ける日だからな。星座占いで乙女座が1位だったから間違いない。急にスピリチュアル。マリサさん乙女座なのに合わなすぎる。ほっとけ。ちなみにラッキーアイテムはクルーの頭だ。殺意全開で草。この段階で切断2人と。そして当然のようにインポスターを引いていって、あれ相方は最後だけ仕事したみたいな感じで登場しやがって。名前が許しませんなのじわる。許さねえのはこっちだ。さて本日もアモングアス、やっていくぞ。はい、やっていきましょう。本日はスケルド住人村。スタンダードな構成ですね。グラサンと帽子をつけた不審者スタイルでやっていきます。このスキン使ってる人初めて見た。私は割と好きだけどな。正直どのスキンも大体可愛いですけどね。そうだな、目玉焼きを除いて。目玉焼きスキンに対してのヘイトがすごい。目玉焼きスキン、可愛いですけどね。目玉焼き頭に乗っけてる時点で相当ヤバいだろ。目玉焼き頭に乗っけてる人が電車乗ってたらどう思うよ。状況が特殊すぎて想像できない。目玉焼きだけ現実に帰還される理不尽。というか試合に関係ない話をしている間にナチュラルにリアクターサボ無視してますけど。まあそうだな。今下打ちしましたよね。下かしてないかで言えば下かな。嘘ついた方がいい場面でしたよ。まあマリサがサボ直しに向かわないのはむしろ正常。今日も平和ね。完全に毒されてますね。まあサボなんて直ればいいんだよ。マリサが住人の村だったら開幕リアクターで決着ね。さ、自分で笑ってんの沼すぎる。ここでレポートと。私たちは右側いて誰とも会ってないので当然何もわかりません。恥を誇るな。リアクター覚えゲー前で死体発見です。自分上の数字タスクやってたんですけど終わってみたら死体あった感じです。お、じゃあかなり直近だな。私は最終酸素室だぜ。直近アドミン見てたらリアクターさん、ロアーに、アドミンに、酸素位置ついてたの覚えてます。じゃあ酸素が私だな。初手切る白角。こういうので白角した経験でサボ直しに行かなくなるのよね。自分と黄色がアドミンですね。リアクターなって白水色ピンクを置いて自分はアッパー側抜けてます。アッパーで黄緑とすれ違ってる。自分はロアーでタスクやってます。でその後右側に抜けてます。リアクター前通過した時には水色が直前に出てきてたよ。ライムはリアクター入らず通過してる。自分も最終ロアー下ってます。黄緑死にしてますね。後ろからついてきてたね。だからロアーは黄緑と水色かな。私が番号やろうとリアクター入った時にはローズとピンクがいた気がします。え、っていうか黄緑さんリアクター下から来てなかった？はじめ下から来て入って出てアッパー行ってから下移動してる流れです。それってどういうムーブよ。情報結構出てる気がするんだけどごちゃついててわかんないね。時間ないし一回ボタンよろしく。なんか左側で証言がごちゃついてんな。話聞いてた感じだと、ラストリアクターさんで白と死体しか判明してないので、白はクルーでベントとかにインポスターが潜んでいた可能性が一番高いですね。ほどなる、となると候補は緑、ローズが筆頭。ただなんか直近で水色がリアクターから出てきたって発言も出てるんですよね。なんかよくわからないことになってるわよね。まあこれはボタン押してもらってもっかい話したいところだな。お、ちょうど目の前で停電。サクサクっと直しちゃいましょう。ワンチャン奥のタスク1個できないかな。強力の壺、これは間に合う。わあ。まあ当然こうなる。停電直さなきゃよかった。こうしてサボを直さなくなっていくと。ほい、さっきの続き話しましょ。結局リアクター周りの状況どうなってんだ？ピンクと私がリアクターで番号タスクやってる時に白水色が入ってきて、私は二人を置いてアッパー側に抜けてる。その時はピンク生きてました。じゃあ白水色ピンク三人がリアクターに残ってたという主張なわけだな。そういうこと。数字タスクにピンクローズ残して十字路からロア移動してった時に通報来ました。ってことは水色視点ピンクより先に出ていってるって主張？そうなりますね。いや水色それは違くない？個人的には緑がロアでベント使ったんじゃないかと思ってるけど。なぜそうなるんですか？もうめんどいから水色とローズロラしないか。ロラは早計な気がします。なんか詰めれそうで詰まってない。なんか整理したらもう詰まるだけの情報出てる気がするんだよな。そうですね、だいぶん絞れてますしね。ただもう3時間ぶっ続けでアモアスやってるから考えたくない。ロラしないか。推理要素の放棄。脳死チンパンジーロラ。ロラしようよロラ。矛盾してるんだからロラでいいじゃん。ロラしないのは弱者。ロラロラ壊れちゃいましたね。3時間やってインポスター引けずに限界地点に到達すると人はこうなる。どうしてこうなるまで放っておいたんですか。彼女はもう人の道には戻れない。私が何も言わないのをいいことに言いたい放題だなこいつら。まあでも普通にロラ悪くないと思うけどな。水色とローズの発言が矛盾してるのは間違いないし、状況的にも水色が直近で死体そばにいてローズがベントで飛べる位置にいるわけだろ。そう聞くとロラもありな気がしてきますね。ロラロラ、ちょろいなこいつら。というわけでマリサ様はしっかり考えてロラ提案してるわけです。本音はクルーで推理するのいい加減疲れた。案の定、予測可能回避不可避。リアクターを直しに行きます。え？驚くな。そう言いつつタスク優先してるの沼。磁石みたいな勢いでタスクに吸い付いてましたね。どうせすぐにはもう一人来ないからいいのさ。タイムイズマネー。タイムイズマネー。その隙間違いはシャレにならんぞ。領域を踏み越えてきましたね。さっき死体が転がってた場所でのんきにタスクやってるな。どういう神経してるんだ。これそういうゲームですマリサさん。そろそろ誰かボタン押さないか。そしてロラしないか。ロラに取り憑かれてるわね。ここで黄緑くんボタンと。死体出てないと動かなさそうだけど。死体なしと。一人くらい死んでろよな。ほんとですよねー。鬼か。
ほい、キルクールリセットも兼ねて押しました。前の続き話します。とりあえずローズと水色の発言の食い違いが単なる記憶違いなのか完全に矛盾してるのかをはっきりさせておきたいぜ。私目線水色を残して言っているのは間違いないので記憶違いはないと思うけど、そこまで言うなら自分の記憶違いなのかもな。水色が記憶違いだというのなら別に水色釣りたいってわけでもないです。え、じゃあローズ目線誰釣りたいんだ？白か緑かな。だってこれ候補水色ローズ緑白の4人でしょ。アドミン情報的にリアクターさんなんだから出て行ってるの視認されてる水色より緑か白の方が怪しくない？なるほど、オケ。ローズ視点水色より白緑の方が濃いなら、議論姿勢的にローズ白寄りで見てるから白緑ロラしないか？いや一応候補4択なんだからロラはしないでしょ。たまにはロラで爆地しようぜー。しません。自分視点直前でリアクターから出てきてる水色めちゃ怪しいんで。でもその後リアクターさんついてたんだろう？ロラしようぜロラ。しません。他のクルーたちの反応が大人で草、なんでみんな楽な方に流れようとしないんだ？命かかってますからね。そういうことか。まあ今回だけロラは見逃してやるぜ。どこ目線でその態度なんだ。開幕扉閉めを難なく突破、そして駆け込むはダウンロードタスク。最難関タスクですね。一回でも話したら初めからやり直しになっちまうからな。緊張感で手汗がすごいぜ。松田系リアクターサボが鳴ったから向かいます。お、皆さんお揃いで、みんなでリアクターサボ直しますか。言動と行動の不一致。体と頭に別の人格宿ってそう。私以外にあんだけ言ってたらまあ大丈夫だろ。私はこの間もタスクを進めます。これでタスク終わるの一番じゃない当たり本物って感じがするわよね。これで電気室も終了と。さて、確かアトメットベイに試験管タスクが残っていたかな。酸素室前のタスク合わせて残り2個ですか。結構いいペースですね。代わりに信頼を失ってるけど、初めからないようなもんなのでそれは大丈夫では？失礼な、信頼の塊だぞ。もはや信頼そのものと言っても過言ではない。過言が過ぎるだろ。そんな不毛なやり取りする暇があったらタスクやってください。ゆっくりやっていくぜ。ここのタスク終えたらラストのタスクは次ターンでいいかな。試験管タスク。正解を選べる確率は5分の1。ここを1発で当てていく。はいはいすごいすごい。えへへ。さ、これで照れられるのは才能。っていうか結構時間経ってるけど未だにレポートもボタンもないな。強ポジでキル入ってるのかもね。もしくは誰もキルされてないとか。ボタン3つ。結構長かったけど誰か死んでるか？黒さんが死んでますね。まあ良くも悪くもこれで盤面が動くわね。あら、死体消しちゃった。まあこんだけ時間経ってるからな。アドミン見てから右側回ってたけど右にはいなかったと思います。黒全く見てないですね。自分もアドミンいたけど黒は今回見てないかな。え、緑水色黒で電気室に入って行ってたの見てるけど。あ、そういえば電気室にはいた。その撤回絶望的に黒いな。これ水色緑のに狼ありそうですね。二人ともさっきの容疑者一だしね。お、じゃあロラしますか。ロラって水色緑？その二人だぜ。二人いて二人とも黒を電気室で見てないって初めに言ってたのおかしいしな。まあ最悪一人記憶違いでも二人とも最初の容疑者だし一人くらいは連れそうですね。まあその二人ならロラでもいいんじゃないですか。その水色緑が誰かを残して電気室出たとかそこら辺の情報一切落としてないあたりに狼かたそう。いやロラは想定です。どっちから釣ります？じゃ緑で。ロラロラ。ようやくロラできたな。あんたマジでロラしたすぎでしょ。前世ロラせずに敗北した武将か何か？そもそもロラする武将ってなんだよ。無本物の一族郎党根絶やしとかでしょうか。物騒がすぎる。まあなんかこの二人のロラで終わりそうな感じするよな。初日の情報もそこ二人ちょっと微妙でしたからね。さっきの会議中のローズの発言そのまんまって感じするわよね。まあ違ってもロラできれば私はそれでいいけど。無責任ここに極まれり。いただきに手が届きましたね。なんであれ極めるのは大事だとおばあちゃんに言われて育ったからな。まさかおばあちゃんも孫がそれで無責任を極めてるとは思いもしないでしょうね。爪が甘いよな。すごい感想。っていうかサボタージュ直すの遅ない？早くロラしたいんだが。直しに行ってない奴が偉そうなのやばいわよね。まあ無責任極めてますからね。もはや当然と言える。自他ともに認めちゃったよ。さてロラロラ。終わればいいですけど、どうでしょう。まあ残り時間見たらわかっちゃいますね。唐突なメタ。少しはごまかそうとしなさいよね。勝利。早い早い。今度こそ勝利。マジで水色緑インポスターだったのね。今回地味にロラ提案したとこ毎回インポスター入ってましたね。ロラ大正義。チャンネル登録高評価。Twitter のフォローよろしくお願いします。それではさらば。